アチアに見える山の中で白骨化さされれた遺体が発見されました警視庁によりますときのうの朝奥多摩町白丸の山林で鹿狩りに訪れた男性が連れていた犬が激しく吠えたためその方向を見たところ白い人の骨のようなものを見つけました通報を受けて駆けつけた警察官が調べたところ 山肌に1メートルほどの間隔で頭蓋骨が2つ見つかり、首から下にはそれぞれ服のようなものが付着していたということです。遺体は性別もわからない状態で、警視庁は2つの遺体の身元の特定を進めるとともに、事件と事故の両面から捜査をする方針です。